おいー、スレイムです。風呂入ったかー？マリサだぜ。ねえマリサ、タイガーバームって知ってる？なんだレイム、随分懐かしい薬の名前を出してくるじゃないか。昔は何かあったらタイガーバーム塗れば治るって言われてたくらいだからな。マリサでも知ってるってことは、やっぱり有名なお薬なのね。実はタイガーバームを愛用している友達が買いに行きたいのにどこにも売ってないって、探し回っていたのよね。なるほどな。今でも根強いファンがいるタイガーバームが令和では入手困難と言われているある理由があるんだ。入手困難と言われている理由？まさか何か怪しい成分が入ってるとか、古いものには良くない成分が含まれているって聞いたことあるし。さあ、どうだろうな。今回は昭和の万能薬タイガーバームについて解説していくぞ。頼んだわよマリサ。まずはタイガーバームを全く知らない霊夢のためにタイガーバームとは何なのか、解説していくぞ。それは助かるわ。正直タイガーバームって名前も私は聞いたことがなかったから、どんな薬なのかも想像できなかったのよね。これってどこの製薬会社の薬なの？タイガーバームはシンガポールのハウパーコーポレーションで製造販売されている軟膏タイプの薬なんだ。え？シンガポール、日本で人気の薬って聞いていたから、てっきり日本の製薬会社の薬だと思っていたわ。まあ普通はそう思うよな。タイガーバームは1870年代に性の薬草商人である子資金によって発明された薬で、彼の死後は二人の息子が製造を受け継いだと言われているんだ。タイガーバームの名前の由来は子資金の息子の子文庫の名前が上品な虎を意味することにあやかって名付けられたと言われていて、日本やシンガポールだけでなくアジア全体でファンの多い薬なんだ。日本だけでなくアジアでも人気の薬なのね。日本でもシンガポールの会社で作られたタイガーバームが売られていたのかしら？実は日本で発売されていたタイガーバームは日本ののど飴の代表格である遊郭さんが輸入販売代理店として扱っていたんだ。あの遊郭さんが？それはすごいわね。遊郭さんは輸入されたタイガーバームを日本人に合うようにアレンジして販売していたんだ。え？じゃあタイガーバームをリメイクしていたってこと？そうだぜ。遊郭さんはさらにタイガーバームの CM にも力を入れていて、当時の有名なキャッチフレーズは痛くなったら虎を呼べというインパクトのあるものだったんだ。一度聞いたら頭から離れないわね。タイガーバームって何年くらい前に日本にやってきたのかしら？正確な日付はわからないが、さっき紹介したキャッチフレーズの CM が流れていたのは1983年頃なので、日本に来てから約40年になると思うぞ。40年前の薬が今でも人気ってすごいわよね。普通はさらに改良されて別の商品に進化してたりしてもおかしくないのに。もしといえば初めて発明されたのが今から100年以上前の話になってくるから、今でも発売されている薬の中では歴史ある薬の一つと言っても過言ではないと思うぞ。すごいわねタイガーバーム。でも万能薬って言っても軟膏なんでしょ？どんな効果があるのかしら？なら次にタイガーバームの効能について解説していくぞ。タイガーバームの効能として有名なのは肩こり、腰痛、筋肉痛、筋肉疲労、打ち身、捻挫、神経痛、関節痛、リウマチだな。多いわね。本当にそんなに効果があるものなの？タイガーバームの成分を見ていると、メントールやカンファーなどの生薬成分で構成されていて、どちらも血行促進の効果がある成分なんだ。タイガーバームは生薬由来成分を皮膚から患部に浸透して血液循環を促すことで肩こり、などの痛みに効果があると言われているな。肩こりとかに効くってことはぬるしっぷって感じなのかしら？そうだな。だが普通の軟膏に比べて、生薬由来の成分なので、大人だけでなく子供でも安心して使えることも人気の理由の一つだな。薬の成分は確かに重要よね。あとは体毛の濃い部分にも塗り込むことができるので、湿布を貼りづらい場所にも使えるのもポイント高いよな。そう考えるとまさに元祖塗る湿布ね。メントールが主成分ってことは、血行スースーするってことだと思うけど、やっぱり熱を下げるみたいな効果が期待できるのかしら？ふっふっふ、甘いな霊夢。タイガーバームは熱を下げるだけじゃないんだぜ。え？どういうこと？タイガーバームは2種類あるんだぜ。え？一種類じゃないの？タイガーバームは赤と白の2種類があって、色によって効能が違うんだ。赤と白で効能が違う？まず、定番の白はメントール成分多めで清涼感の強さが売りの定番商品だ。効能の話をしていた時に、私はタイガーバームは冷却系の軟膏だと思ってたんだけど、もしかして赤は温感系ってこと？鋭いな霊夢。その通りだぜ。タイガーバームの赤はシナモンなどの成分で温感タイプの効果があるんだ。温湿布の効果も期待できるなんて、まさに万能薬ね。タイガーバームの白は特に清涼感が強いことから、花粉症対策で鼻の下に塗ると、
ツンってするぜ。それはちょっと気になるわね。鼻が詰まってる時の不快感は鳴ったことある人しかわからないから、それが軽減されるのは、魅力を感じちゃうわね。タイガーバームは主に痛みの鎮痛剤として使われることが多いが、筋肉痛などの神経だけでなく、虫刺されなどにも効果があると言われているから、虫の代わりに使っている人もいるな。痛みを和らげたり炎症を抑える効果があるってことは、アスリートでも、使いやすそうね。この効果があるのは確かに万能薬と言われてもおかしくないかもね。さて、ではそろそろ昭和の万能薬として人気だったタイガーバームがなぜ消えてしまったのか、について解説していくぞ。そうだったわ。それが本題だったのよね。タイガーバームの効能の多さにびっくりしてて、本来の目的を忘れるところだったわ。タイガーバームが消えた理由は2つある。まずはタイガーバームを輸入製造していた、龍角散が、2015年に国内での製造を中止してしまったことだ。え？こんなに人気のある薬の製造をなんで中止しちゃったのかしら？龍角散がタイガーバームの製造を中止した理由は未だに明らかになっていないが、タイガーバームを販売するために取得していたライセンスの問題が切れるタイミングに、当たって、龍角散が喉飴などの喉ケア商品や服薬補助製品を専門に扱うことで、軟膏などの薬の製造をやめたのではないかと考えられているんだ。確かに龍角散って飴のイメージが強いわね。服薬補助製品って？薬と一緒に飲むゼリーのことだ。あ、あれか、そう考えると確かに龍角散って塗り薬のイメージがないわね。タイガーバームを製造していたのも意外だったわ。じゃあタイガーバームはもう日本では製造されていないってこと？それは違うぞ。龍角散がタイガーバームの国内製造を中止したと同時に、タイガーバームの製造販売承認を、シミック CMO 株式会社に継承しているんだ。製造販売承認を継承？今まで龍角散が行ってきたタイガーバームの製造販売をシミック CMO 株式会社が継承することで、再び国内での製造販売が再開することになったんだ。え？じゃあ令和の今でも販売されているはずよね？もちろん製造はされていたぜ。実際に2019年夏にタイガーバーム白が、販売再開しているからな。え？じゃあ今でもドラッグストアとかに行けば売ってるってことよね？友達から初めて名前を聞いて、探してみたんだけど見つからなかったのよね。ああ、それはおそらくコロナが関係していると思うぞ。え？コロナウイルスが？どういうこと？販売再開したのがコロナが流行する前で、その後すぐに緊急事態宣言などもあって、タイガーバームを製造しているシンガポールの製薬工場もストップしてしまったりと、製造できる環境ではなくなってしまったんだ。ここまでの話を聞いていると、タイガーバームが姿を消したのは、商品に問題があるんじゃなくて、製造できる環境が整ってなかったってこと？そういうことだな。ちなみに現在は輸入元は変わらずシミック CMO 株式会社だが、販売総代理店は岩木株式会社が受け負っている状態だ。輸入元と販売総代理店を分けたのって何か意味があるのかしら？コロナのこともあって、一つの会社で全てを賄うのが難しかったのかも、しれないな。確かにコロナの影響はいろんなところに出てたものね。でもシミック CMO 株式会社に継承されてから販売再開するまでに約4年かかってるのよね。それまではタイガーバームは全く手に入らなかったってことになるのかしら？いや、入手する方法はいくつかあったぞ。一つ目はアジアを訪れた際にお土産として購入することだな。そっか、タイガーバームってアジアでは普通に売っているものね。実際に台湾やシンガポール、中国に旅行に行った人たちがタイガーバームを買ってくることは少なくなかったらしいからな。知っている人は海外に行く人に頼んだりしてたみたいだぞ。でもそれって結構ハードル高いわよね。タイガーバームを手に入れるために海外に行くことってなかなかないだろうし、そういう人は通販を使うと手に入るぞ。店頭になくても通販だと手に入るし、国内に出回らなくなっても手に入れる方法はあったのね。販売中止になっても日本の薬ではないからな。焦って買い占めたりしなくても心配することはなかったんだが、やはりそういう人を狙って転売ヤーが買い占めたりしていたことで、手に入らないと思った人が多いみたいだな。販売中止って書かれるとどうしても焦っちゃうわよね。まあそれでも今ではドラッグストアやディスカウントショップに置いてあることも増えたからな。そうだったのね。近所のドンキとかにも売ってるのかしら？地域によっての差はあるかもしれないが、むしろそういうところの方が売っている確率は高いかもしれないな。良いこと聞いたわ。タイガーバームを求めてる友達にも教えてあげよう。タイガーバームがすごいのはよくわかったけど、昭和の万能薬が今でも人気な理由をおさらいしておきたいわ。そうだな。まあいろいろあるから順番に説明していこうじゃないか。
まずは体に優しい生薬由来の成分ってことで、化学物質の添加物を使ってないことは、ポイントが高いと思うぞ。主成分がメントールとかハッカ油とか清涼感があるのもいいわよね。赤と白で効能が違うのも面白いよな。温感と冷感どっちも対応してるのは嬉しいわよね。効能は様々で1年を通して使えるからな。湿布を貼りよりも塗り薬の方が使い勝手が良くて、いろんな場所に使えるのもいいよな。湿布だとある程度の面積が必要だし、剥がすときに痛いのよね。よくムダ毛が巻き込まれたりしたわ。誰得の情報なんだそれは。基本的には筋肉痛とか炎症を抑える目的で使われるけど、虫刺されや花粉症にも使えるから1個あると安心よね。応急処置にも使えるからいいよな。私はムカデに刺されて腫れ上がった足にタイガーバームの白を塗ったりしていたな。聞いただけで痛がゆいわね。でも効果はありそうね。タイガーバームって日本でも人気だけど、アジア全域で人気があるのよね。ちょっとした疑問なんだけど、ヨーロッパのイメージがないのはなぜなのかしら？タイガーバームがアジアで人気なのは、おそらく薬の成分によるものだな。アジアの方では漢方薬、ヨーロッパやアメリカなどでは西洋薬と呼ばれている薬だが、これらは東洋人西洋人の体質が関係していて、タイガーバームの生薬由来の成分は東洋人に適した薬とされているんだ。同じ人間だけど違うってことなの？そうだぜ。現に髪の色や目の色、肌の質などは東洋と西洋で大きく異なるだろ？日本人がステロイドなどの強い薬を使うと湿疹やかぶれなどを引き起こすことがあるのは、刺激の強いものに弱い体質が関係しているんだ。逆に西洋人が漢方薬を飲んでもあまり効果が見込めないのは、西洋人の免疫が強くて、漢方薬だと弱すぎるからだと言われているな。確かに、生理痛の薬とかも漢方が多かったりするわよね。体に優しいものってことであれば、タイガーバームは東洋人向けの薬だと言えるわね。作った人も中国の人だったから、東洋人に適した薬だったことがよくわかるわ。最後に私みたいにタイガーバームを実際に使いたい人向けの使用するにあたっての、注意点を教えてほしいわね。そうだな、タイガーバームでなくても塗り薬に多い使用方法になるな。まずは目や傷口に直接塗り込むのは NG だ。よく塗り薬は目に入れるなって言うけどあれってなんでなの？理由としては、粘膜の薄い部分に塗り薬を塗ると、肌に塗るよりも刺激が強くて、負担が大きいからだな。タイガーバームはメントールが含まれているから刺激がある薬なので、目や傷口に塗ると、失明や症状の悪化につながる可能性がある。じゃあ肌の弱い人も気をつけた方がいいかもしれないわね。その通りだ。万能薬と言われているくらい優秀なタイガーバームだが、すべての人の万能薬になるとは限らないからな。かぶれや赤みが目立つようになったら使用をストップするようにしよう。あと注意すべき点は保存方法についてかしら？保存方法は通常の塗り薬と同じように直射日光に当たらない場所での保管だな。子供の手の届く場所への保管も避けるように。間違えて口にすれば悲鳴が上がるのが予想できるものね。子供は何でも口にしちゃうから。あとは使用期限はちゃんと守った方がいいぞ。タイガーバームって使用期限あるの？塗り薬っていまいちそこら辺の判断が難しくて。タイガーバームの場合は、製造日から4年と言われているな。今言ったことについては、タイガーバームの添付文書に記載があるから、使う前に読んでみるといいぞ。さて、ここまでタイガーバームの解説をしてきたがどう思った？今までタイガーバームに出会ってこなかったことに後悔しているわ。私にも嬉しい効能ばかりだったから、今度タイガーバーム探しの旅に出るわね。意外と探せば売っているところに巡り合えると思うぞ。あとは個人的に消えた理由が危ない薬だったからとかじゃなくて安心したわ。まあ昔からある薬が消える理由は悪いことの方が想像しやすいからな。私も久しぶりにタイガーバーム探しに出かけようかな。最後までご視聴ありがとうございました。このチャンネルが面白いと思ったら、チャンネル登録高評価ボタンをよろしくな。紹介したこと以外にもタイガーバームの活用方法で有益な情報があればコメントで教えてね。個人的には売っている場所も教えてほしいぞ。それマリサが知りたいだけでは。バイビー。